ございますあの本日参議院の予算委員会は中央公聴会が開かれています今日いただいた様々な政治課題についてこれからもしっかりと時間をかけて丁寧な議論をしていきたいと思っておりますまたあの大阪の国有地払い下げ問題、えー、今日関係する各委員会でも質疑が活発に行われていますあの午前文科委員会でも一つ明らかになって たことで、えー、籠池理事長が総務省に入賞した記録はないと総務大臣政務官が明言をされていました。ご自身のそのプロファイルも、えー、偽装されていたのではないかという新たな疑惑も出ています。またあの文科省あ国交省からの後者、えー、の補助金ですが。 えー、大阪府に提出した建築見積書並びに国に提出された建築見積書をさらにもう1個あったということも明らかになってきていますので、これはやはり補助金が不当に利用される目的で申請をされたのではないかという疑いが持たれますので、引き続きしっかりと、えー、真実を明らかにするためにも、やはりご本人に、 国会にお越しをいただきまして、参考人として残っていない議事録部分も含めて、何が本当なのかを話していただく必要性はとても高まったと思っています。残念ながら自民党、公明党が参考人の必要はないと拒絶拒否をしているのが、私は理解ができません。 総理が問題がないとおっしゃるのであれば、堂々と参考人にお越しいただいて、事実を話していただく方が疑惑が明らかになると思っておりますので、引き続き参考人の承知を求めていきたいと思っています。えー、昨日の参議院予算委員会で、稲田防衛大臣が、教育直後につきまして、全くの誤りというのとは違う、その精神は取り戻すべきだと答弁をされました。まあ、政治家が あの信念を明らかにすることは、それはまあ結構なことですし、その信念について適宜を述べる立場にはありませんが、事実関係だけ申し上げますと、教育直後というのは、衆議院ではこれは昭和23年6月、排除決議を行っております、で決議文の中で、教育直後を含む戦前の象直につきまして、根本的理念が明らかに基本的人権を損なう。 指指導的指導的的原理的性格はは認めないいとこれれ決議の中で明らかにされています、あのー、教育直後に、まあ、夫婦は仲睦まじく、友人は信じ合い、えこういうものがえ中には含まれていますけども、衆議院としてはえ、個々の得を否定するのではなくて、教育直後自体は主権在勲の立場から家族の在り方、友人関係の在り方などを国家が、 指導しししてててていいいいるこここととそのものもをを否定まますすここはしっかり押さええおきたいと考えていますあの今、自民党さんからは議員提案で、えー、家庭教育支援法案というものが出されると報道されています、家庭の教育のあり方、人の生き方についてまで、国家が口を挟むということに、私たちの民進党の考え方とは全く違うということだけは、えー、今日は一言述べさせていただければと思います。 今日はの衆議院本会議終了後、いわゆる福島第二原発廃炉法案、提出をいたします、あの第二原発の廃炉というのは、これは福島県民の総意として受け止めておりますので、民進党としては、一日も早く成立をさせていただきたいと考えています。えー、私かかららははは以上でです、はいそれではじゃあさんから 森友の絡みなんですけれども自民党、公明党、まあ、昨日あの幹事長同士で、ま、あの会談をして改めて拒否をするということを確認されていますでその理由についてはです、ね、その民間人であることとあとその違法性が確認されていないことというまあ理由に挙げてまして。 あと竹下国対委員長は昨日ですねその面白いからといって、まあ、国会に呼んではいけないという,う発言もされてましたけれども、この違法性が、まあ、その補助金ですとか、まあ、公社の補助金ですとか、人件費ですとか、まあ、その違法性からものも続、まあ、々と出てきているわけですけれども、この点について、どういうふうういふにお考えでしょうかまず前提として、これまでの国会の参考人招致の事例を見ましても、その違法性が核とした方のみ招致しているわけではないということは指摘をしておきたいと思います。 でその上で、その実際に6000万円を超える国からの公社の補助金、その建築見積もり費用が、えー、大阪府に提出しているのと3倍近くの開きがあったということは、これは補助金詐欺の疑いも持たれるものがありますので、違法性が十分、これだけでも指摘をされますので、ぜひ。 参考人として招致をすることを自民党、公明党は自らが言ったことと重なってきてますので、えー、ぜひ一日も早くお認めをいただきたいと思っています、はい、共,共同通信です。 先ほど代表がおっしゃった稲田防衛大臣の話なんですけれども、はい、あのその発言をされて、ですね、大臣の資質を問うような声も出てますけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。あのそうですね、信、ま、念、あ、を語られて、その信念の適否というのは、それはまず国民の皆様方が。 考考ええるるるこことととでですすし大臣自らがははあるとは思いますけれどもただ、教育直後においては中身のきれいな言葉だけを切り取ってその精神は大事だというものではなくて教育直後そのものが結果として主権在勲、それは今の憲法の主権在民とは全く違うところであるという認識、それと、やはりその基本的人権が侵された過去の我々の痛烈に反省をしなければいけない。 戦争に歩んだ道というものもありますのでそこをしっかり押さえておられるのかどうなのかがあ疑義があるなとは思っています。 今の関連でなんですけども、えっと、昨日のそのやり取りの中で、あの福島みずほさんがです、ね、教育職業というのはその戦争につながっていったというその負の面があるんじゃないかと、そういうあの意識は持っていられるのかという質問に対して、まあ、一面的にそうは思っていないというふうに稲田さんが答弁されてまして、まあ、ちょっとその辺のこのやり取り、答弁について、お感じになるところがあればあのそのやり取り、全部は見ておりません。たただあの今ご指摘された部分を読んで 率直に違和感を感をじましたやはりその衆議院でも参議院でも、まあ、衆議院では排除の決議というのがされていますし参議院では教育直後等の執行確認に関する決議というものがなされているこの院の決議の重みというのを十分に踏まえた認識を稲田大臣がお持ちなのかどうなのかこれまた質問等でも明らかにすべき大きな問題だと思っています。 森友学園の問題に戻るんですけれども、えっと、安倍首相はえっと6日の予算委員会で、えーえー、必ずしも政府の説明がストンと腑に落ちる説明がされてこなかったのは事,事実だと述べてあの丁寧な説明をすると表明されたんですけれども、えー、昨日も昭恵夫人に同行した職員に関する答弁が訂正されたり、えー、混乱政府側も答弁が混乱しているんですけれどもこの現状について 代表はどう思われますでしょうか。はい、あのー、安倍総理の答弁がその今ご指摘された部分は与党議員に自民党の議員に対しての答弁でした。自民党の議員の答弁に対しては足りない説明があるとあ反省するような答弁をされていますけれども、野党の質問に対しては極めて冷たく問題がないから問題がないというようなトーンの答弁に終始あのー、に。 をされておりますのでこのででこ使い分けもちょっと私は理解できません。あ、説明不足があるというのであればしっかりそれは参考人にもお越しをいただいてで実際にその議事録もない部分をカバーできるような質疑を通じて一体何が問題なのかあるいは問題ではなかったのかということを国民の皆様方に国会議論で おお示しをすすることがととがてても大事だと思っておりますであの総理夫人に対して、私人か公人かという部分での,、ま、だの答弁においても、公務と訂正をされましたが、何ら確認もせず、まあ、国会で誤った答弁をしていたということは、これは驚きを禁じえません。 代表東京新聞のガナハですあの週末に、えー、迫ってきたあの党大会に関してちょっと伺いたいんですけれども、はい、これをどういうふうな位置づけにしていきたいかということのお考えを改めて伺いたいのと、あと先日あの、原発に関して、ですねエネ韓で論点メモというのがあの、まあ、まとまってきましたけれども、はい、これに対する受け止めと、これをどのようにあの党大会の挨拶に反映させるお考えなのか、お聞かせくださいはい。 あの今回の取り組みというのは、党内の政策のアップグレードの一つであります、昨年末は教育をまとめました、そして今回はエネルギー、特にそのエネルギー政策は非常に困難な課題等もいろいろありますので、丁寧な党内議論を通じて、とりあえずの当面の論点メモをまとめていただきました。ここに至るまでも現場会長はじめ えー、様々な方々が尽力をししててくださったことに感謝をしていますで今回の党大会で、この当面の論点メモに基づいて、我々の考え方を代表挨拶としてお示しをさせていただきたいと思いますが、ここがゴールではなくて、ここから先、現場会長も先日お会いをしたときに、もう党大会が終わったら、1週間に1回以上のペースで調査会を開いて、 法案化に向けての具体的な作業に入るとおっしゃっておりますので次のステージに進みたいと思います。フリーランスの安住です。はい、あの安倍夫人の件についてお伺いしたいんですけれども、あの安倍夫人の五人の公務員がスタッフ、あ、五人、五人の公務員のスタッフがついてあの時の講演の同行が公務と。 はいいうことに変わったんですけども、安倍夫人の講演については、詩人,人の行為という見解は多分変わっていないと思うんですけども、これについて、詩人の行為を公務員が公務としてサポートすることについてどう思われるのかということと、あとですね、あのもし政権交代したらですね、 あの代表の旦那様が同じような立場になられると思うんですけれども、その場合、ですね公務とその詩人的なところっていうか、その振り分けの仕方っていうのは、どういうふうにやっぱりお考えになる予定なんですかまず、現段階におきまして、総理夫人が詩人か公人かという議論は、ほぼ答えが出てると思っていまますす私は人人だと思います肩書きが総理大臣夫人であります。 海外に外遊されるときにはご同行されますし、その海外の地におきまして、我が国との有効なさまざまな行事に参加をする立場にもあります、その意味で言いますと、詩人の講演に、公人としての公務の対応で国家公務員がついていくというのは、明らかに矛盾をしているし、間違っていると思います。後者についいててはちょっとままだ考えていませんので、はい ファクターの宮島ですあの民進党の,あの豊中追及チームは最初はチームだったけど、まあ、プロジェクトとなったんでしょうかね、PT です、はい、これの,その戦いぶりの評価とそれから来週、確か参議院の集中なんかもあるんですがやはり代表ご自身がですね、東北大会の前にもやっぱり現地の補助金の投じられたものを視察するなりですね。 えー、その先頭に立つんですか、やっぱり現場を見ずに、やっぱり質問っていうのは、やっぱり迫力がないんだと思うんですよね、そういうようなお考えっていうのは、現地見に行くかですね。その辺 はいあのー、現場の議員の中からも、現地を一緒にという声もいただいておりまして、それは今、役員室の中で整理はしているところです、それとプロジェクトチームに立ち上げて、政調のスタッフも一緒になって、違法性も含めた新たな問題が次々と出ているものですから、これの整理を行っています。参参議院予算委委員員会会のののみならず衆参の関連の委員会で積極的に問題点をを指摘をして 実態はどうだったのかということを、極めてあの問題があるという部分においては、しっかりとした政府の答弁を求めていく姿勢には変わりありません。読売新聞の佐藤でですす都議選に関連してなんですけども あの現職のです、ね、中山都議とです、ね、あの前都議の,あの田上都議が、民進党から離党するという方針を固めたとされていてです、ね、まあ、一部では田上さんに関しては、もうすでに昨日離党届を出したということもあるんですけれども、まあ、その事実関係を代表、どのように把握されているかという点と、まあ、あの現職の都議が離党ということになると初めてだと思うんですけれども、その受け止めについてお伺いさせてくださいあこの件に関してはすみません、まだ、えー、と報告を受けていないので、事実関係を把握していません。 あの,東京新聞のですあのさっき質問した中であの、今回の党大会をどういうふうな位置づけにしていきたいか、都議選、あるいは衆院選に向けて、あのそ,そことの管理でお聞かせいただいてもよろしい党大会は、これから1年間のわれわれ民進党の組織として、民進党の仲間が、 どのような思いを共有して活動していくかというのを確認して共有する立場、大会だと思っています。で今回、特にその教育とエネルギーでは、我々の掲げる旗というのを党内でまとめていただいておりますので、しっかりそれを訴えることによって、皆さんがそれぞれ地域に帰って、我々の政策はこれだということを明確に訴えられる、そういうあの思いを確認する場所になると思っています。 他よろしいですか？じゃあ、朝日さん。朝日新聞中崎です。はい、あと、今のに関連してなんですけれども、ま党大会長、大の国会論戦の最中でですね。あの大きな森友共謀罪であったりとか。はい、まあ、あの天下り問題もまだ続いてますし、うん、あの大きな問題算出して国会での対決の。 それをっている中での党大会になりますあの今後の国会での対応であったりとか、ですねあの政府・与党に対する向き合い方について、党大会で何か確認したりとか、ですねあるいは心合わせとか、そのあたりで現時点でですね代表としてお考えがあれば、伺いますかあの党大会そのものが、何らかの議決をする性格のものではありませんので、何かを私から提案をして、確認をするという事柄はありません。ただやはりそのこれから1年間 われわれはどういう思いで、民進党として何を目指して活動していくのかという部分の思いを強く共鳴する場所だと、共有する場所だと思っておりますので、そこは政策であったり、総選挙の向けたわれわれの意思の確認であったり、そういう性質のものだと思っていますちょっとここであの衆議院の本会議がありますの、ね、で、私ちょっと司会をバトンタッチしたいと思います、すみません。 北京なんですけれども、無体、はい、内閣政務官がですね昨年9月の被災地視察で長靴を持参せずにおんぶされたということがありましたけれども、あの昨日の自身の政治資金パーティーで、ですねその長靴業界が儲かったという発言をされたということなんですね、ご自身陳謝されたんですが、事故からも批判が出ています、で政権にこう緩みが出ていると受け取れると思うんですけれども、代表の受け止めをお願いします。政権に緩みというか 恥ずかしいですね、政務官として。これはこの方はまだ政務官として任用している、私はこれは任用責任が問われるべき、最も恥ずかしい発言だと思います。他ありますか。 ニエ、えー、フの廃炉本は私、ちょっと読んでないんですが、うん、問われているのは実はニエフを廃炉した後あれをどうするかということがやっぱり福島の人には関心があるわけでだ私やっぱりあの代表にもニエフに見に行っていただきたいし、えー、やっぱりそこがセットでないとねあのただ廃炉というのはあれは廃炉になると私は思ってますよだけどその後あれをどうするかというのがやっぱり福島の、うん。 再生につながるんですけどその考えをです、ね、ぜひ伺いたいんですすね伺いいたけどあのどうしてもその 1F の問題がこれから先の道のりがなかなか見通せない中でやはり不安な生活を強いられている福島の方々がおられます他方でこの 2F の問題には全く手がつけられていないここに対する不安それと電力会社に対する不信というのが 1F の,の廃炉 処理に対してても悪影響が出てはいいいけないと思いますので一つでやはり通過点として自民党さんも福島の見解では、えー、廃炉の議決に賛成をしているわけですからこれをしっかり整理をするでその上で次の段階としてどういう形で東京電力さんが選んだ結論に向けて廃炉を なのか、まあ、再稼働というのはありえないと思いますけれども、廃炉に向けて道を歩いていくかというのは。次の段階の話だと思っています。もちろん、これだけで終わる話ではありません。じゃあ。読売新聞里です。はい、あの、先ほど民進党の新しい、まあ、いるキャラが決定しましたけども。もし、代表として何かご感想があればというのと、もし、あの、党として、まあ、今後どういうふうに活かしていきたいかと一言あれば、お願いします。あの、民進君デビューと同時に。 民主君どうするんだっていうのがどうもセットで語られますので、民主君の今後の再就職も含めて、しっかり明らかにした上で、民進君のデビューをぜひ皆様方にも報道していただいて、広く知っていただきたいと思いい、ます。はい、じゃ TBS さん。TBS の牧野です、関連なんですけれども、その民進について、今後どのような場で活躍することを想定されていますか。 民進くん東大会かからデビューなのかなの、うん、んもちゃんもそうですか好きなようにくんちゃんつけてくださいあの民進党大会で、えっと、まず登場して皆様方に親しく接してもらいたいと思ってますでそれ以降はやはりそのさまざまな場所に寝室鬼没に出ていただいて広く多く子どもからご高齢者まで あ可愛がってもらえる存在になれば、私たちも一緒になって、えー、しっかり活動していける、一つの心の支えにもなると思っていまほか、じゃあ、その市、はい、テレビの寺田です、関連で民進区のお名前を代表が付けられたということですが、あのそのどういった思いで、党の名前、そのまま付けられた思いと、ほかに何かあの候補として迷ったお名前がもしあったら、教えてください。 いくつか広報はあったんですけれどもやっぱりゆるキャラというのはそのキャラクターだけを切り離すものではなくて党のゆるキャラですからそこはその分離できるものではないと思ってますので当面をしっかり皆様に浸透する活動をしてもらいたいと思っての名前です NHK さん。 なかですえー、とちょっと話題変わるんですけど、はい、すみません、皇、え、位、ー、継承の話なんですけれども、はい、あの昨日また全体会合を開かれましてで、その中でですね、まあ、その共産党なども言ってるんですが、その洗礼、まあ、特例法であれ、何であれ、その洗礼になって、まあその、それが制度化につながるというのは、一つの、まあ、落としどころ、一点ではないかというような見方が出てきてます。でこれについてののの代表のお考えとあとまあその党内の中ではまたあの 先般の本則を改正すべきだという意見が平場でも多いわけですけれども、これについて党内議論、どういうふうにまとめていくか、お考えをお伺いしたいと思いますあのその前者、前段の部分についてですけれども、まさにそれはわれわれが中間取りまとめ、われわれの考えとして、天半を改正すべきという部分の主張を今も続けています。 ただやはりその議長、副議長のもとに設置された会議体の重みというのを当然、我々も受け止めなければいけない国民の総意としての国会の取りまとめがどのようになるのかそれはもう少しあの議論を重ねて様子を見させていただきたいと思っていますので現段階で私からこうあるべきとか党内はこういうふうにまとめるというのにあ資するものではないと思っています。あじゃあテレア 先ほどの話にちょっと戻るんですけれどもど、ね、あの民主君なんですけれどもあの大西青年局長が今先ほどの記者会見であの民主君が廃棄されることが一度検討されたんですけれどもそれはあまりにも非常すぎるということでどういう扱いにするか再検討ということになったらしいんですが蓮舫代表はこの民主君の扱いどういうふうに思いますか さまざまなところから再就職のエールも来ているという報告もありますので、あのどういう形が一番、民主君にとっても、やっぱり旧民主党時代に民主君と私は一緒にあの島に行って、政治家の応援をしたという思い出もありますので、そういう思いを持っている仲間もいると思いますから、あの大切な次のステージに進む方向を大西さんには考えてもらいたいとお願いしていますそろそろよろしいですか、えー、じゃあ最後で。 民進、民進についての,あの関連なんですけれども、えっと、夏の都議選が注目されてますけれども、都議選であの民進があの活躍するような場っていうのはあの出てきますでしょうかあのできれば民進よりも我々の仲間が思いっきり活躍をしなければいけないと思っておりますので、前面に出るのはまず政策と人、でそれをサポートするのが民進、そういう整理で受け止めていただければと思います。よろししいでしょうか はう新しいゆるキャラが決まりましたので、皆さんに発表させていただきたいというふうに思います。えー、この応募総数1523件の頂点に立ったゆるキャラですけれども、まず、えー、この4件のおネット投票の結果を発表いたします。まず、A えー、1, 11, 票票それから、B、が 1, えー、C が、えー、4万2602票、えー、そして D が4万5785票ということでありますので、えー、この結果、D の、えー、ゆるキャラに決定をいたしました、はい。皆さん、拍手ぐらいしてください、お願いします。<laughs> で、えー、この D のゆるキャラでありますけれども、えー、作者の方は40歳の女性ということであります。で、えー 受賞されたですね、大賞に輝いたこの女性の方には、ですね、党から大賞として賞金10万円を送らせていただきたいというふうに思っています。それからあの、ちなみになんですけども、えー、副賞として、ですね、これまであの民主党のいるキャラとして活躍した民主君、これを副賞として差し上げますということで、申し入れたところ、ですね、ちょっと置き場がないということで、辞退をされましたので、えー、ちょっと、あの、 民宿については、ですね、今、取り扱いについては、ですね、いろいろ協議をさせていただいております。名前はですね、当初から蓮舫代表につけていただくということになっておりました。名前は民進であります。